戻ったのか。思いのほか時間がかかったな。申し訳ありません、ヒューゴ様。報告を聞いたぞ。ソーディオンを2本も回収したようだな。はい。このことは陛下のお耳にも入っている。捕らえた罪人を連れ陛下のもとへ来い。ただの盗掘者風情を陛下のもとへ。あの者たちには余罪の疑いがある。余罪といっても恐喝やその程度と聞いていますが。お前も聞いているであろう、先日の飛行竜の件を。航行中の飛行竜がモンスターの襲撃を受け一切の消息を絶ったという。まさかその犯人だと。そうだ。そのことで陛下とドライデン閣下があの者たちを直接尋問なさる。しかし飛行竜の事件はモンスターの仕業であってあの者たちとは関係ないはず。どうしたのだリオン、やけに罪人の肩を持つようだが。いえ、そういうわけでは。男の方が持っていたソーディア、あれは飛行竜で護送中だったものだ。男？あの金髪の男ですか。それでは女の方は無関係。何を言う、あの者たちは共に手を結び仕事をしていたのだ。関係があると考えるのが自然ではないか。いずれにせよ閣下が黙ってはいないだろう。事の成り行き次第では極刑も考えられる。極刑。ヒューゴ様、ヒューゴ様はご存知なのでしょうか、あの罪人たちの名を。ああ、知っている。それならソーディアンを持っていたあの女は。あのソーディアンは本来私が発見し所有していたものだ。